こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日のレビューは XKA110M99 リーパー EPP565mmWingspan 2.4GB 3チャンネルデイグライダー RC エアプレーン RTF をお送りします。昨今の流行りなのでしょうか、とうとう XK まで米軍の無人 UAV をトイラジ化してきました。ラダーを2チャンネル左右モーターで行う点は他社と同じですが、本機は3チャンネル目のコントロールにエレベーターを装備しています。左右モーターコントロールの弱点は機体の昇降をモーター出力制御だけで行うため応答性が悪く、高度維持のために速度コントロールをするという本来の目的とは違う操作を強いられるのですが、エレベーターを実装することでそれぞれの操作が独立したことに加え高い応答性を実現しています。組み立て。組み立ては簡単、接着剤の GP クリアを塗布してそれぞれのパーツをはめ込んで接着するだけ。エレベーターリンケージは挟み込む仕組みなのでホーンの一番先端の穴に取り付けてください。この時リンケージを調整してエレベーターを尾翼とつら位置にしますが、サーボをセンターに戻す必要があるため一度電源を入れます。バインドが完了したらスロットルには触らずにエレベータースティックだけを上下してセンター出しを行ってください。そのまま電源を切ってリンケージを調整します。リンケージにはネジが切られていますので左右に回して長さを調整し、尾翼とエレベータの面の高さが一致するように合わせてください。ここがつら位置。さてデカール針ですが、プラモデルと同じく水に濡らして貼り付けるウェットタイプで凹凸面への柔軟な貼り付けができる一方、その薄さのため大変破れやすく難易度は高め。主翼と機体側面のアメリカ国旗マークを見事失敗。さてモデリングの評価へ参りましょう。本機のモデルベースは箱にも記載がある通り米軍 UAV である M99 リーパーです。一部の反射では本機をプレデターと誤った記載が見受けられますが、機体デカールにもある通りこの Y 型テールの機体はリーパーが正解です。相変わらずの適当さですね。さて本機は実機を大きくモディファイするモデリングが行われており、実機と比べると主翼と胴体比率や尾翼の拡大、何よりも機首のドーム部分の肥大が目立ちます。正確なスケーリングというよりも記憶に残る印象をモデル化したような機体だと思います。ちなみに本来のプロペラはタミーで単なる風車、これも印象を大切にした結果でしょうか。それでも主翼にぶら下がる造装や機体上部のアンテナなど細かいディテールを再現しており、全体として見れば再現率は高く、良い意味でデフォルメの効いたモデリングだと好感が持てます。スペック。機体重量は実測で 64.7g、 このサイズとしては標準的な重さですね。モーターテスト。本機は他の2チャンネルトイラジと同様に左右主翼にあるモーター出力によって操舵する仕組みですが、昇降はモーター出力ではなくエレベーターによって行われる点はトイというよりホビーラジコンに近いです。もちろんラダーは倒したスティックとは逆側モーターの出力が上がって機体の向きが変わる方法であり、エルロンが装備されているわけではないのでロールはできませんが、
本機のような VTEL であっても特殊なミキシングを必要とせずコントロールが可能です。ジャイロテスト。要方向、ロール方向は左右モーターの精度によるジャイロ補正が入ります。ピッチはエレベーターによってジャイロ補正されますが、強いロック指向のジャイロで無操作時には機体を水平になるよう補正されます。しかし通常モードではスティックを最大に倒していても補正介入があり、機体を垂直に立てると補正によってエレベーターはスティックとは逆方向の打角となるため、このままではループといったマヌーバーは行えません。そこで送信機右ショルダーにあるラダーレートボタンを押します。 LED インジケーターが点滅したらハイレートでエレベーター操作時のジャイロ介入がなくなります。これで機体が立ってもスティックに応答した状態を維持するのでループが可能。ただちょっと気になるのはこのモード時のスティックへの応答で、最大入力時に一瞬最大打角になるものの 20% 前後戻る不思議な制御が入ることです。というわけで飛行テストへ行きましょう。飛行テスト。エレベーターがカックン動作でちょっとドキッとしましたが無事に離陸。箱出し組み立て後の初飛行なのでまずは機体の挙動に慣れたいと思います。ちなみにモード1人間な私は送信機の左右スティックを入れ替えて半ば強引に右手スロットル化して今回のテストに挑みました。やはり2モーターコントロールは旋回半径が大きくなりますね。曲がらないです。ここでラダーレートをハイに切り替え、お、急に従順な感じになりました。カメラが風切り音を拾うくらいの環境風、風速にして平均6メートルほど、ちょっと厳しいです。でもなんとか飛行できてます。ジャイロはかなり優秀です。こっち行っちゃダメよ、戻ってきて。着陸させたい。あ、危なかった。2回目。少し待って、風が弱まってきたので離陸。だいぶ挙動にも慣れてきたのでループとか試してみたいと思います。ちょっとループは失敗。もう一度。ループ成功。ダイブしないと。大きくダイブさせればループも可能ですね。またラダーレートがハイであればそこそこロールしてくれるので、エレベーターと合わせて操作すると小旋回ができます。
失速特性も優秀なので、ローパスも楽々です。スティックから手を離せば姿勢を維持したまま高度が下がるので、アプローチラインにさえ乗せてしまえば着陸も楽ちん。